角田まっぴら、角田武礼から1919 19年3月20日は、明治、大正期の廃人、政治家。本名はまっぴら。駿河国鹿島生まれ。東京に出て大原人となり、東京府会議員、東京市会議員、衆議院議員を歴任した。議会及び君党は小六くらい、君四党。農業、角田彦右衛門の次男として生まれる。 1874年に上京し法律学を収めた。1880年、大元任試験に合格した。東京府会議員、同副議長、神田区会議員、同議長、牛込区会議員、東京市会議員、同参事会議員、東京市臨時市区会政局長兼、水道局長などを歴任。その他、後見女学校理事、就営者取締役、 中央洋行取締役、帝国劇場取締役、東京株式取引処理事などを務めた。1892年に衆議院議員に当選。1895年、39歳で尾崎紅葉、岩谷さざなみ、森向、大野社地倉と共に、正岡式と並ぶ新派の秋子以外の創設に関わった。1919 19年、脳一血のため死去。 行年64歳。墓所は、臨床院。区州に、畜霊区書庫廃会の収集家としても知られ、その蔵書は現在東京大学総合図書館に、畜霊文庫として蔵されている。角田誠平に関するカテゴリー。ありがとうございます。